もう僕は本当に新エヴァンゲリオンが終わってからの、作品は全部庵野秀明の幸せな老後シリーズだと思ってるんでですね、本人が幸せそうに作ってるんだと思ったら、まあ、それでよしと思ってたんですよ。で思ってたんですけども、この新仮面ライダーのパンフレットを見たら、総監督庵野秀明の言葉というのがあってですね、そこで僕の考えた仮面ライダーを作りたいではなく、仮面ライダーという作品に恩返しをしたいというふうに書いてあったんですけども、いやもうだったらね、こういう恩返しをですね理由にするような映画はもう二度と撮んなくていいと思うんですけどね。自分の撮りたい映画撮ってほしいですよ。自分の撮りたい映画だけを撮ってくれた方が見てる側も幸せになるしですね、自分の仮面ライダーを撮りたいじゃなくて恩返しっていう風に言っちゃうと、もう誰のためにもならないような作品になっちゃってて、そこら辺が僕の感じた80か85点ぐらいかなっていう感じになっちゃったと思います。